戦後日本が迎えた15人目の国賓が今は亡きインドのネール首相でしたね。俺は昭和32年のちょうどこの頃、日本に滞在中だったネール首相と令嬢インディラさんの様子を映したものなんです。忙しい日程の毎日でしたが、天皇陛下にご対面と早速皇居を訪問しました。はるばるインドからいらしたネール首相とインディラさん、大勢の人の歓迎を受けて皇居に入れば、天皇ご夫妻と皇太子殿下が当時67歳のこの老首相を温かくおもてなししました。さてネール首相、今度は上野動物園を訪問。なんで動物園に来たかというと、昭和24年にネール首相が日本の子供たちのために送った象のインディラ城と会うためなんです。ネール首相は象のインディラ城に好物のリンゴやバナナを与えて8年ぶりの対面を楽しんでいました。続いて今度は歌舞伎座へ出かけましたね。大谷松竹会長の案内でまずは出演中の尾上梅工場の楽屋を訪問。これが男とは思えない梅工場の姿を見てネール首相も本当に驚かれた様子でした。そして舞台いっぱいに繰り広げられたもみじ狩りを鑑賞、ワンダフルビューティフルを連発なすってましたが、こうしてネール首相は日本の秋を十分楽しんでお帰りになりました。